ワークアウトパートナーの井上大河です。いつもありがとうございます。今回は格闘技のエクササイズで行いますサイドキック。このサイドキックの軸足を蹴る瞬間に少し移動させることによってよりダイナミックに、またインパクトを強くして蹴る方法についてご紹介をしていきます。では、今回ですね、ご紹介をするサイドキックのやり方なんですが、まず大前提としまして、このサイドキックなどですね、格闘技のエクササイズになりますので、まず基本的には、過去にもですね、よくご紹介をしている軸足を最初に蹴り足を向こうに向けてしまう。はい、向けて蹴っていくという方法がまず基本になります。はい、これは安全面もですね、かなり考慮したことを踏まえて軸足を向けることで、余計なですね、ひねりがなく蹴っていくこともできますし、いろんな部分でですね、安全面が確保されたこうキックになります。はい、ですので、今回ですね、ご紹介をする方法、エクササイズの種類によっては、パワーサイドキックという言い方もするんですが、あくまでも最初のこう軸足を向けた基本のやつができた後ですね、チャレンジをしていただきたい方法にもなっていきます。よく格闘技などでは、この方法でですね、蹴ることが多くあるんですが、あくまでもエクササイズになりますので、その違いだけですね、最初にご理解いただいた上でですね、やっていただければと思います。また、今回私、裸足でやってますので、滑らすというのがですね、比較的やりやすい状態。はい。で、もちろん、靴でもできるんですが、靴の種類であったりとか、床とのですね、相性もあります。床が全く滑らない場合、今回ですね、紹介するのが、こう、立った状態のまま、軸足を瞬間的にこうひねるという方法になりますので、あまりグリップが良く、すごく滑らないと、滑らないのに無理に膝をひねろうとするんで、膝を痛めてしまう可能性もありますので、最初からいきなり100%の力でやろうとせず、ちょっとですね、床の状態なども確認して、ぜひ行っていただければと思います。はい、そして本題になりますが、今回紹介をするサイドキック。軸足を、通常蹴るときというのは、軸足のかかとを蹴る方向に向けて、そして蹴り込むといった方法になるんですが、今回は正面、もしくは若干蹴る方向ですね、かかとを向けた状態で、蹴る瞬間にだけ軸足を滑らすといった方法になります。はい、これをしますと、非常にですね、力が伝わりやすい。なぜかというと、蹴る瞬間に、この足の、ちょっとひねりが入った時に蹴れますので、非常にですね、インパクトがあります。はい、もう一回やっていきますと、構えた状態から蹴る瞬間に、軸足をひねると。はい、もっと強くすると、この軸足が少し横に移動するぐらいですね、蹴っていくと。はい、そうするのは、例えば格闘技など相手を蹴る場合は、相手をこう吹っ飛ばせるぐらいの力も、蹴ることができます。はい、これがエクササイズになりますと、インパクトがすごく出ますので、見た目がだいぶですね、変わっていく方法になります。はい、では、この軸足を瞬間的に滑らせる練習方法についてなんですが、基本的に足を上げたときですね、軸足をまずピンと伸ばしてしまうと、力がですね、入りにくくなります。できないことはないんですが、非常に入りにくくなりますので、上げたときは少し軸足の膝、そして股関節も少し余裕を持ちます。
余裕を持って、そして蹴る瞬間に伸ばすと。キュッと、この膝が伸びる、股関節が伸びる、そして滑らすという力を使うことで、その地面の力を蹴り足に伝えていくといった方法になっていきます。はい。なので、軸足を軽く曲げておく。蹴る瞬間に、一瞬に力を込めて伸ばしきるといったイメージで行っていただきます。はい。また、この滑らせるという方法ですね。軸足がこうあったとしたときに、練習方法としては足だけでちょっと移動してみる。こういう移動ですね。足で移動する。はい。これも最初からすごく大きく動くのではなく、まずまっすぐ向けた状態から、ちょっと移動すると。移動。はい。これに合わせて、キックをしていくことで、サイドキックというのがですね、だんだん強く蹴っていくことができます。はい。なので、先ほどお伝えをした床の状態を見ていくときには、まず、軽く、こう滑るかどうかですね。これが、できるか、確認をしてみた上でですね、ぜひ行ってみていただければと思います。はい。では、最後にですね、もう一度、通常のキック、サイドキックと、今の軸足を利用したサイドキックの違いですね、見ていきたいと思います。通常ですと、この状態から軸足を向けて、蹴っていく。向けて、蹴っていく。はい。こういう感じになりますが、軸足を一瞬で使う場合は、この状態から瞬間的に蹴る。はい。こういう感じに変わっていきますので、またぜひエクササイズの中で使い分けて行っていただければと思います。では、今回は以上です。ありがとうございました。